気晴らしになるな。まだ行ったことのない場所が。いろ。僕、お名前は？薬をもらうためにふぼくろに来たのですか？お父さんとお母さんは？マイコみたい。違うんだ。あの、僕はアコ。実は。おーい、ナナ、ケイ、どうしたんだ？旅人、それにパイモン。あ、二人ともちょうどいいところに。この子、リーユエコーの外から来たみたいなんですが、どうやら迷子のようでして。ちょっと待って、迷子なのは僕じゃなくて父さんなんだ。お前のお父さんが？いい大人がどうやって迷子になるんだよ。僕の父さん、昔から物忘れがひどいんだ。前はちょっと反応が鈍いだけだったんだけど、最近はますます悪化してて。お母さんは？何日か前、父さんのために薬を取りに行ったきり帰ってきてない。その上、父さんの状態も日に日に悪くなってる。それで前の怪盗祭の時に、ふぼくろの店主が警察署に来て、みんなのために診察してくれたのを思い出したんだ。だから父さんをリーユエコーに連れて行って見てもらおうと思ったんだけど、でも洗顔群のおじさんに道を聞いて、いざリーユエコーに入ろうと後ろを振り返ったら、父さんがいなくなってたんだ。父さんを探してもらえるように洗顔群のおじさんにはもうお願いしてある。でもおじさんたちも出せる人手があまりないみたい。だから町の人にも頼めないかなと思って。安心しろ、オイラたち結構人探しが得意なんだぜ。だろ？あと調整も、鼻が利くワンちゃんよりも。こら、影で私の悪口を言ってるのは誰だ？調整、今のナナの言葉にけなす意味なんてありませんよ。そう食いつかないでください。先ほどふぼくろの店主を探しているというのが聞こえましたが、どういったご用件でしょうか？喋る蛇を連れてる。は、あなたが白術おじさん？白術おじさんだって。調整、大事なのはそちらじゃありませんよ。では詳しい話をお聞かせいただけますか？はい、白術先生。なるほど、あなたたち一家は警察署の近くにお住まいなのですね。よく診察しに行きますが、あなたたちとは一度も会ったことがないような気がします。うん、母さんは外の人と会うのがあまり好きじゃないんだ。特に怪盗祭の時期になると、父さんのそばにいるようにっていつも僕を家で留守番させる。そうでしたか。ふん。アコ、あなたの母親は氷でしょうか？あ、はい。白先生は母さんのことを知ってるの？はい。ケイ、ナナ、店の仕事はまだ残っていますか？アコの両親は私と窮地の中なんです。もう少し人手を増やして探したいのですが、手は空いていますか？オイラと旅人も入れてくれ。さっきアコと約束したからな。おや、それは助かります。ではお二人には迷惑をかけますが、よろしくお願いしますね。ナナと一緒に店を片付けてからすぐ手伝いに行きます。家族、とても大事。ええ、では一旦ふぼくろは頼みましたよ。旅人さん、パイモンさん、まずはアコと一緒に町の外にいる洗顔群に何か手がかりはないか聞いてみましょう。
親の病気を治すためにここまで連れてくるなんて、アコって本当にいい子ですね。私が彼のような年の頃は自分で薬すら買えませんでした。家族絶対に見つけないと。北の方はもう捜索したというのに、それらしき人物は見当たりませんね。どうしたものか。町からも新たな情報はないし、さらに遠くまで捜索するとなったら、おそらくもっと人員を要請しないと厳しいでしょう。千貫宮のおじさん、父さんの行方について何か分かりましたか？ああ、君か。あれ、白先生も。この子の頼みで私たちも手伝いに来ました。現在何か手がかりはつかめましたか？これは助かりました。ちょうど人手が足りないと悩んでいたところなんです。それで手がかりですが、申し訳ございません、すでにこの一帯は捜索しましたが、それらしき人は見つかっていません。この先の道を見張っている同僚たちも見てないと言っていました。桐原に向かったとは思えません。まさか六花の池に行ったのでしょうか？六花の池ですか。あの辺の地形は複雑ですから、何事もなければいいのですが。本当ですか？助かります。すみません、お父さんのことを見つけてあげられなくて。ううん、大丈夫。千貫宮のおじさん、ありがとう。申し訳ありません、仕事の都合で皆さんの捜索には同行できそうにありません。引き続き上に報告してさらなる人員の手配を申請します。
やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。それご注意を。お客さん、私たち往生堂をごひいきしたいからってそう焦らなくてもいいのに。大丈夫？おや、父さん。あ、フータオ。あれれ、これはこれは誰が来たのかな。旅人にパイモン、それからめんどくさいやつ。ふん、あんた相変わらず毛嫌いされてるね。ふう同主、彼を助けていただきありがとうございます。父さん大丈夫？まだ僕のことわかる？アコだよ。お前はアコ？じゃあ俺は誰なんだ？西に住んでる。リーユエコーに来たのは病気を治すため。どう？思い出せた？俺はカリオ。リーユエコーに来たのは病気を治すため。そう、俺はカリオ。病気を治すために。治すって、何の病気を治すんだったか。お、もうこんなにひどいのか。早くこいつを連れて福袋まで戻ろうぜ。フータオ、ごめんな。今度うまいもんでもおごってやるから。待って、そのまま彼を福袋に連れていくなんてつもりじゃないよね。え、なんか問題でもあるのか。ねえ白術、わからないわけじゃないよね。まさかあなたのお師匠さん、その技術について教えるのを忘れたとか。それとも気づいてるのにもかかわらず、それを使って何かしようとしてるの？お前ら何の話をしてるんだ？言ってる意味がわからないぞ。カリオから魔人の残滓の気配がします。気配がするってほどのもんじゃない。暴走寸前だよ。もし暴走したら、その結果は想像もつかないほど大変なものになる。なんだって？魔人の残滓。フー同主、そう心配しないでください。体内にある魔人の残滓を抑える方法を私は持っていますから。医者は病を治し、人を救うのを責務としています。目の前に救える命があるのに、それを助けない理由なんて私にはありません。それに、この旧友を助けるのは私の亡き師匠の意志でもあります。あの人に免じて、どうか一日の猶予をください。ここで王子の名を持ち出すなんてね。白術、一体何を企んでるの？人助けがしたいだけです。
もし私に双心があるように思うのでしたら、ふぼくろまでついてきて横から監視してもらっても構いません。あれれ、いつも私を警戒してるはずなのに、今回はやけに寛大だね。いいでしょ、カリオをここに残しても問題は解決しないし。王子、あと旅人に免じて私が付き合ってあげる。旅人を連れてきたのは正解だったみたい。じゃないと面倒なことになってた。では善は急げ、今から不暴露に戻るとしましょう。心脈が塞がり、そのせいで気血の巡りが悪くなっています。なるほど、意識がはっきりしていなかったのはこれが原因だったのですね。白先生、父さんの病気まだ治せる？白術はこんなにすごいんだから絶対大丈夫だって、安心しろ。そうだろ白術。アコ、お父さんがこの症状を見せたのはいつからですか？よく覚えてない。ただ僕が物心ついた頃には父さんはもう今みたいになってた。ただその時はまだこんなにひどくなかったけど。もうそんなに経つのですか？いえ、もう方法は思いついています。今晩から治療を始めましょう。明日の朝にまた来てください。その時アコには元気で意識のはっきりした父親をお返ししましょう。ありがとう白先生、本当にありがとう。フードーシュ、もしそれでも心配で近くで見たいのであればご自由にしていただいて構いません。でもこの部屋に残らない方がいい。医者の治療には集中力が必要だ。途中で邪魔されるとまずいからね。はいはい、じゃあ私は近くに待機して花や草でも見てるよ。何かあったらすぐ駆けつけるから。薬術、それに調整、また明日な。皆さん、さようなら。薬術、準備はできたか？問題ありません、もう慣れていますから。どうぞ。無事に解決したな。けどやっぱり気になる、白術の言ってた旧友って一体どんな人なんだろう。お前は気にならないのか？ひひ、白術が治療してる間あたりで聞いてみようぜ。に行って母さんを探してもらうよう頼みたいんだけど、何を準備すればいいの？費用と依頼書の準備が必要ですね。後で私が一緒に行ってあげましょう。こっちはこっちでなんか忙しそうだから邪魔しないでおこうぜ。暇人が暇を持て余し草花を見る、多忙な人はどこまでも世話しない。あれ、世話しい二人が私になんのよ。あ、まだ言わないで、私に当てさせて。ふんふん、その様子だと
何か聞きたいことがあるんだね。ひひひ、そのちょっと気になるんだけど、白術の師匠って一体どんな人なんだ？あと、なんでお前と白術は一目でカリオの体内に魔人の残滓があるって分かったんだ？あれ？前に言ったことなかったっけ？王城堂は最初、魔人が死んだ後の怨嗟をどうにかするために設立されたって。まあ、どれも古臭い話だよ。魔人が暴れた大昔、生と死の境界を維持するために先人たちが空気を浄化し死骸を焼いたとかなんとかで、今じゃこの魔人の怨嗟を処理する仕事はなくなった。でも魔人の残滓を見分ける手段はかろうじて今も受け継がれてるってわけ。そういうことだったのか。あれ、じゃあ白術はどうやってその方法を学んだんだ？大方その師匠が教えたんでしょう。ああ、彼の師匠は私のおじいちゃんの弟で私の大叔父なんだけど、当時王城堂の次席だったんだ。へえ、王城堂の人だったのか。おー、でもなんで白術の師匠になったんだ？おじいちゃんから聞いた話だと、若い頃二人で一緒に旅してて、その時沈玉の谷であるクス氏に出会ったんだって。そのクス氏が何の法術をかけたのかわからないけど、王子はいきなり家業を捨てて医者になるって言い出したらしいの。おじいちゃんは王子とそれはもう大喧嘩したみたい。結局止められなかったんだけどね。それからおじいちゃんは王城堂を継いで、王子は沈玉の谷一帯で人々を治療し、最後まで互いに連絡を取り合わなかったんだって。葬儀屋が医者になるなんて想像できないな。けど最後まで連絡を取らないってほどのことじゃないと思うぞ。普通の医者だったらまだ良かったんだよ。だって王城堂が最初にしてたことだって医者の仕事みたいなものだったし。でもおじいちゃんの話によると、あの時会ったクス氏はその体に尋常じゃない液気をまとってたらしいよ。その沈玉の谷の一族が人を救う方法も生死に背くものだったとか。生死に背く？詳しくは知らないんだ。おじいちゃんも当時大まかにしか知らなかったし、白術のやつはずっと私を警戒してるからね。まあ逆に彼らの身に何かしら秘密があるって証明にもなったけど、それに白術っていわゆる不死に対して強い執着を抱えてるみたいなの。この秘密と関係があるかどうかはわからないけどね。とにもかくにも今はまず様子を見よう。もしかしたら明日になれば何かがわかるかもしれないし。わからないことがどんどん増えていくぞ。いや、明日になったら白術に直接聞こうぜ。そういえば、ナナちゃんを見なかった？せっかく白術の拠点に乗り込んだのに、あの子の影すら見当たらないなんて。は？もしかしたら白術のやつが前もってあの子を隠したとか？ガーリ、師匠、白先生、話したことない。それより、あの人まだいる？ここに隠れてても安全じゃない。Bye.
様子を見てみようぜ。父さん、アコなのか。父さん、僕のこと思い出したんだね。ああ、思い出したとも。ごめんな、心配させて。母さんはどうした？なんだか何日も見てないような気がするが。もう冒険者協会に依頼を出して探しに行ってもらってるよ。父さんは安心してしっかり療養してればいいから。白先生もさっき一緒に探すのを手伝うって言ってくれたし。そうか、ならいい。白先生、感謝するよ。いいえ、お気になさらずに。恩師の異名、力を尽くすのは当然です。むしろ私の方こそ長年あなたたちのことを見つけてあげられず本当に恥ずかしい限りです。白先生、そんなことを言わないでください。全部氷のやつが。どうしてだったか。病み上がりですから、まだしばらく療養する必要があります。あとは自然の流れに任せましょう。無理をする必要はありません。その間ふぼくろに残って静養してるといい。フードーシュ、カリオさんからまだ何か問題は見当たりますか？確かに魔人の残滓の気配は感じない。まさか本当に抑制されてる。でもたった一晩で一体どうやったの？それは門外不出の秘伝となります。フードーシュ、まだ心配でしたらいつまでもいてくれて構いませんよ。ただその間の往生堂の損失は保証できませんので、あしからず。安心して、私はそんなわからず屋じゃないから。ああ、もうあの部屋にこもりっぱなしだったから息苦しさでおかしくなりそう。薬術、早く私を連れて外の空気でも吸いに行こう。はいはい、では皆さん、調整と一緒に外を散歩してきますね。して人前で強がるからこうなるんでしょ。私が起点を聞かせてなかったらあんたどうするつもりだったのさ。でも私から言わせると全員に内緒にする必要もないでしょうに。せめて一人ぐらいは信用できる人を探して。そこにいるのは誰ですか？うわあ、どうしてついてきたのですか？ただ室内に居すぎただけです。新鮮な空気を吸えば大丈夫。だから無理するなと言ったのに。うん、旅人パイモン、実のところカリオの病気は感知していない。薬術が自分の精気をあの人に分けたことで毒素を一時的に抑えたんだ。はあ、薬術、一体どういうことなんだよ。私の一門は長生と契約をしています。歴代の契約者は長生から授かった秘宝で病を治し人を救っているんです。カリオさんの神脈に異変があったのはおそらく魔人の残滓を元に作られた毒薬のせいでしょう。しかしその毒はまだ消えていません。私が長生を架け橋に自分の精気をカリオさんの体内に注入したことで一時的に毒素を沈めているだけです。調整、そんなことができたのか。お前ただ白術の首を飾ってるだけかと思ったぞ。おい、かつて沈玉の谷にいた時は千人だって私の顔を立てていたんだぞ。逆にこいつが私の飾り物だと言った方がまだ許せる。薬術がまだ医学書に触れていない頃から私はその師匠、その師匠の師匠と一緒に人助けをしてきたんだ。
うわ、全然そうは見えない。はいはい。そうだ、風太がお前らは人助けのためにヤバい方法を使ってるって言ってたんだけど、まさか正規の転移って自分の体を壊すものなのか？平気です。調整が私のために体の調子を整えてくれてますから、まだ命に害はありません。しかし薬術の正規はいずれ尽きるだろう。解毒の方法を早く探して彼を助けないと。旅人パイモン、こいつのことを助けてくれないか？もしあんたたちが助けてくれなきゃ、こいつはまた自分で無理して何とかするつもりだろうからね。薬術、これもいい機会なんじゃないか？全ての人を一生騙し通せるわけもないだろうし、人生は長い、いずれ暴かれる。はあ、一生ですか。旅人さん、パイモンさん、ありがとうございます。ひひ、こんな白術ってめったに見れないよな。お前も昔オイラたちのことをかなり助けてくれただろ。遠慮すんなって。カリオさんが侵されている毒は一朝一夕のものではありません。まずは彼らが住んでいるところへ行って、この毒に関する手がかりがないかを確認するつもりです。ええ、あなたが来る前にすでにアコから聞きました。彼ら一家は警察層の西に住んでいます。私は店内の雑務を手配しますので、それが終わりましたら一緒に見に行きましょう。毒薬の手がかり以外にも、アコの失踪した母親、長いこと顔を見せていない私の姉弟子にも気を止めませんとね。ふう、やっと行った。もう帰ってこないよね。お前の母さんが姿を消してもう何日も経つのに、俺はここにいることしかできないとは。父さん、そう深く考えないで安心して休んで。僕たちだってもう何年もまともに話せてないんだから。そうだな、気づけばお前ももうこんなに大きくなって。あれ？こんなところでも会うなんて本当に奇遇だね。何も？塩作ってたら途中でアイデアがなくなってブラブラしてただけ。草をはたいて蛇を驚かせ、金を燃やせば幽霊を引き寄せる。白術のやつに言ったりしないでよ。先生、もう出発するのですか？ええ、私がいない間、福袋はあなたとナナに任せましたよ。安心してください。先生、何かありましたらすぐに知らせに行きますから。
いざ。それ。よく警察層の近くで診察するのですが、私もここには気がつきませんでした。もしかしたら姉弟子が他の人に気づかれたくなかったのかもしれません。そういえばさっきは急いでたから聞きそびれたけど、失踪した氷ってお前の姉弟子だったのか？ええ、私と姉弟子は当時沈玉の谷近くで共に一生から医学を学んでいました。ただ姉弟子は私よりいくつか年上でしたので、早くして一人で旅に出ています。そのため彼女と一緒に過ごした時間はそう長くはありません。彼女が旅をしている間、ある薬取りと家庭を築いたと聞いている。それが家寮ってやつね。あれ、小生のその言い方だとお前らは前に家寮とアコには会ったことなかったのか？姉弟子は私と師匠を訪ねるためたまに沈玉の谷に戻ってきていました。しかしなぜかは分かりませんが、めったに自分の家のことを話さなかったのです。最後に谷へ戻ってきた時、姉弟子はどうやら師匠と言い争いになったようで、それからというもの彼女からの連絡も途絶え、行方も意図的に隠しているみたいでした。あ、言い争い？何があったんだ？さあね、あの時は私ですらその場にいなかったから。師匠はその件について説明しようとしませんでした。ただ私にもしいつか縁があって姉でしかその家族に会えたら、なるべく手助けするようにと言いつけました。なるほど、だから白術は大きなリスクを冒してまで家寮を助けたんだな。いいえ、たとえ師匠の意思がなくとも人を助けるというのは医者の責務です。同じことをしていたでしょう。やれやれ、白術ってこんなにいいやつだったのか。ごめん、昔はいつも何か企んでるんじゃないかって疑ってたぞ。このたった一言で警戒心を解いたのですか？なら気をつけた方がいいですよ。だっていわゆるいい人なんて自分のために何か企んでいてもおかしくありませんから。またなんか裏のありそうな感じになってきたぞ。雑談はここまでにしましょう。ここが姉弟子の隠れ住んでいた場所ならば手がかりも残されているはずです。手分けして調べてみて、もし何か発見しましたら一緒に確認しましょう。まさか氷の子供があんなに大きくなってるなんて。その間に姉弟子はどれぐらい変わったのでしょうね。
まさか氷のこと。その間に、先ほど長生と一緒に部屋で隠し収納を一つ見つけまして、その中にあったものがこちらです。どうやらあんたたちも感じ取れるんだね。そう、これは魔人の残滓で作った毒薬だ。え、こいつ呼吸してないか？オイラの見間違いじゃないよな？ええ、おそらくこれはまだ生きている毒薬でしょう。生の特質を持つ毒です。諸病根源雑記で読んだことがあります。古に奇怪な毒あり、母子に分かれ千里を隔てどもつながりを持つと。もしこの毒が本当にその方法で作られたものでしたら、カリオさんの毒、そして私たちの目の前にあるものも全て毒の子、ただの分身です。分身？本体もあるってことか？ええ、毒を持った人は本体を通して間接的に中毒者の行為あるいは意識に影響を及ぼすことができます。そして中毒者はある程度本体からの呼びかけに応えるようになります。呼びかけに応える？あ、まさか最初にカリオが失踪した方角って。彼を引き寄せたのは多分この毒の本体でしょう。錬成の原材料である魔人の残滓ですね。そんなことってありえるのか？それって一体誰がやったんだ？なんでみんないきなり黙り込むんだよ。この毒が隠し収納に大切に保存されていたってことは、毒を持ったやつは大方この家の主だろう。カリオか？けどなんで自分に毒を盛るんだ？もっとよく考えてみろ。薬に精通していて、それでいてここに長く住んでいるやつがいる。あ、まさか氷だっていうのか？いやいや、氷だって自分の旦那さんに毒を盛る理由なんてないぞ。私も姉弟子がそのようなことをするとは思えません。けど魔人の残滓から毒を作れるやつなんて、リーユエを探し回ったところで結果はたかが知れてるでしょ。憶測を巡らすのは今はまだ時期尚早かと。カリオさんを治した後、彼からさらなる手がかりを聞き出せるか試してみましょう。ええ、諸病根源雑記によれば、毒の親が消えればおのずと毒の子も消えます。本体である魔人の残滓を消せば、カリオさんの身にある毒も薬を使わずに治癒するでしょう。警察層の魔人の残滓についてあなたは何か知りませんか？こんな書物にも記録されていないこと、あの前年百年も生きた年寄りしか覚えてないだろうね。あれ、昔仙人たちも長生の顔を立ててたってお前言ってたよな。それなのにここの話を聞いたことないのか？それはその、長生の記憶と法力は最盛期だった頃に比べてだいぶ弱まっています。今では人と契約を結んで生気を共有して命を維持しなければなりません。おそらくそんな大昔のことは思い出せないでしょう。契約を結ぶとか生気を共有するとか、どう聞いても妖魔やもののけがしそうなことだぞ。おい、
千人に憑依してもらえるなんて大半の人にとっては願ってもないことなんだからな。私が体の調子を整えてあげれば、延年益寿だけじゃなく体も丈夫になる。何を食べてもお腹を下さないんだ。体が丈夫になる。なるほど、そんなことが。ひひ、白術、お前が引退することになったら調整と何日か契約させてくれないか。残念ですが、この契約を受け継ぐにはその人の気質に適性が必要です。歴代の契約者も皆そうでしたので、パイモンさんの望み通りにはならないかもしれませんね。気質？おい、まさかオイラのことを遠回しにバカにしてないよな。お前らにダサいあだ名をつけてやる。この蛇かけ白い縄。うん、そんなんだから気質が良くないんだって。はいはい、大事な話に戻りましょう。旅人さん、仙人様のどなたからか手がかりを聞く方法はありませんか？仙人ってのは会いたいからって会えるものじゃないだろ。あの年寄りたち、どいつもこいつも人と一生会いたくないとばかりに。本当か？さすがこういう範囲の広い旅人さん、あなたたちに助けてもらえるなんて本当に幸運ですね。誰のことを言ってるのか大体予想できたから、今回オイラは見てるだけにしておくぞ。我に何の用だ？ニョア！お前にはほんと毎回驚かされるな。仙人はみんなこういう登場が好きなのか？このお方が。ん？お前は？ふぼくろの白術と申します。こうして仙人様にお会いできて光栄です。当時、怪盗祭では仙人様の正体を知らずに接してしまい、何か無礼な振る舞いをしておりましたら、何卒ご容赦ください。あれ？お前ら前に会ったことがあるのか？面識が一回ほど。妖魔の気配がする。お前が我を呼んだのはこの件か？妖魔をもって毒を作るとは、嘆かわしいことだ。亡年は、常に生死を切り捨てさせて、人間をそそのかす。お前の頼みは承知した。警察層の下には、確かに魔人の残骸がある。昔、この地で悪しき水地が乱を起こし、後に帝君によって制圧された。帝君は像をもってそれを鎮め、生き物に害をなさないようにした。そうして、後に警察層ができたというわけだ。現在その封印に問題はない。お前たちが探す本体とやらは、おそらく地底から漏れた少量の水地の血だろう。だが、その気配は目立たず、感知しにくい。具体的に、どこから漏れているかは引き続き調べる必要がある。必要がなければ、我も人間に手を下したくない。しかし、妖魔絡みのことであれば、取り返しのつかないことになる恐れがある。その時は、また我の名を呼ぶといい。あ？何でもない。元よりお前たち人間の選択に干渉する気はない。だが、調整不死。それはお前たちが考えているほどいいものではない。仙人様からの教え、肝に銘じておきます。またいずれ。変な仙人だったな。
私の記憶にある仙人と少し違う。なんたってショーだからな。あいつのおかげでやっと目星がついたぜ。魔人の残滓は地底から漏れている。姉弟子がもし薬を取っているなら、近くに地下へ通じている洞窟が一つあるはずです。それさえ見つかれば。先生大変です。ケイ、ふぼくろにいたのになんでここに？何事です？焦らず話す前にまず一息ついてください。大変です。カリオさんの容態が急変しました。何？そんなに早く？いつもなら少なくともあと3日は余裕があるはず。どうやら一番まずい予想が当たってしまったようです。皆さん、すぐにふぼくろへ戻りましょう。心配しないで、白先生は戻ってくる。どのような状態ですか？白先生、さっきまで元気だったのに急に咳をして血を吐いたんだ。そしたらまたまともに話せなくなって。ケイが外に出た時はまだ意識があった。今は。ケイ、治療のためにカリオさんを奥の部屋に運んでください。わかりました。アコ、安心してください。あなたのお父さんは治しますから。略術、まさかまた長生の秘宝を使うつもりなのか？本当に他に方法はないのかよ。心配しないで、白先生には方法がある。でも白術先生は今奥の部屋で治療を行っています。しばらくお待ちください。あれ？こんなにも？塩作ってた私の代わりに帳簿を管理してくれる人はいるし。ああ、でも、そう言われると確かにここに長居はできないね。
はどう？どこか具合の悪いところはない？また突然倒れたりしないよね？ああ、だいぶ良くなったよ。その、よくわからないが、なぜだか体が前よりも軽くなった気がする。お、そういえば白先生はどこに？先生にまだお礼を言えてない。目が覚めたら俺はもうここにいたが。先生は少し休みたいとおっしゃって、私にカリオさんを抱えて奥の部屋から出るように言いました。それから先生は一度も出てきていません。そうか、そうだよな。白先生は俺のために2日も夜通し尽くしてくれたんだから。ああ、この恩にどう報いればいいのか。氷が見つかったらよく話し合おう。そういえば氷に関して何か情報はあったか？冒険者協会からはまだ返事がないんだ。後で確認しに行ってみるよ。それじゃあ俺も。まだ容体が安定していないので、カリオさんは不ぼくろで休んでいるようにと先生はおっしゃっていました。アコには私が同行しましょう。そうするしかないか。本当に迷惑をかけてしまうな。ではお言葉に甘えよう。白先生の休憩が終わったら直接お礼を言わないと。旅人、白術がずっと姿を見せてないのってもしかして。おい待てって。目が覚めたか？たとえ私が調息してあげられても、あのやり方はあまりに無茶すぎる。時間がないのですから仕方ありません。それに収穫がなかったわけでもありませんよ。姉弟子の構想は実に巧妙で勉強になる点がいくつもあります。本当に残念ですね。なあ、白術のやついつまで寝てるんだろう？あんたが寝ている間、あいつらはずっと外で待ってたんだ。外に出て